かないか。で、受付でプリントもらいましたよね。チンチラのプリントも出してください。これに書いてきますので。ありがとうございます。お願いします。まずね、一般状態を書く前にチンチラの理想の食事、何がどんだけ食べたらいいかっていうのをちょっと説明していいですか。はい。まずね、一番大事なのはチモシです。うん。あの腰くさに、はい、あの栄養がないような、それが一番大事。それをたくさん食べることによってふさふさになる。はい。チモシってなんかイネ科、うん、イネ科の干し草なんですよ。はい。で、もう一個ね、まあ、アルファルファって聞いたことあるかもしれない。聞いたことありますよね。はい。アルファルファは豆科。あ、違うんだ。豆科の干し草。違いがあって、はい、安いんだけどチモシ、うん、もう4ヶ月、3ヶ月、4ヶ月打てればアルファルファはやらない。あ、そうなんだ。で、なんでかというとタンパク質です。はい。チモシ少ないです、うん、アルファルファ多いです、うん、あとカルシウム、チモシ少ないです、うん、あのアルファルファ多い、うん、あと繊維、これがチモシの方が絶対的に多くて、うん、この繊維がすごく大事なんですね、うん、でチモシ 35% ぐらい繊維が入ってますよ、うん、でこれをですね、体重のさっき460でしたよね、はい、体重の 2% 以上、以上、何も切り上げて500と考えても2を10だから1日 10g 以上、はい、これがめちゃくちゃ大事です、うん、食べてるかどうかを見てください、はい、そうすると散らけるからさ、きれいに食べる子はいないから、ね、掃除して1回、はい、それで入れて、はい、でこの掃除すぐ1回回収して測らないとわからないですよ、はい、で次ペレット使ってますよね、はい、このペレットか分かりますか。今ちょっとわからないです、ね、いいですよ。でそのペレットには多分成分表示がしてあります、はい、その中の繊維、素繊維ね、ごめんなさい、素繊維が何パーセント入ってるか見てください、うん、はい、例えばチンチラセレクションとか、はい、チンチラ製のフードは大抵素繊維が 20% 超えてますわ、うん、ちゃんとチンチラ専用のチンチラセレクション、あ、本当本当多分 20% 超えてますから、はい、それを確認して、そういう 20% 超えてるペレットを体重の 2% で止める。だからまあ500と考えて 10g、 これはそれ以上やらない、はい、これ大事で、3番、その他、その他のものはなしでもいいです。なしかやっても 1% まで。じゃあ何やっていいかっていうと、普通の野菜、普通の果物を体重の0から 1% だから 5g、はい、これぐらいならやってます、はい、0でもいいってことね、はい、絶対やってほしくないのはね、よくあるね、こういうチンチラ用のさ、ドライの野菜とかさ、はい、ドライのフルーツって売ってるんですよね、はい、あれ成分表示見ると10もないんです、はい、そんな繊維の少ないものかえって良くないから、良くないんだ、やらないでほしい、はい、やってないんですね、そういうドライの、まだやってないです、多分そのうちやっちゃいますんで、知らないと。本物の野菜か果物をやった方がいいし、野菜もさ、僕らが食べない芯のところをやった方がいいね、その方が繊維が多いわけだから、だから果物は、まあ、普通のバナナ、リンゴ、みかんとかその程度で、あんまり糖度の高いのはやらん方がいいですね、巨峰とかね、その辺はやめといた方がいいかな、まず食事、そうするとそれをですね、ここに書いてほしいんですね、で、まあ、これ例えば1日2回チェックするとして、はい、これチモシね、それからペレットね、はい、その他と、うん、何グラム入れて何グラム食べたか、うん、だからもし2回チェックしてもらえるんだったら、チモシは10グラム入れといて5を食べたとかね、うん、ペレットは5を入れて5を食べたとかね、これはゼロでいいと。そうすると今度夜またチェックして、うん、チモシは多い方がよくや、ちょっと多めに入れといてほしいんで、うん、3食べたとかね、5を食べたとか0とか、次元気、元気は必ず100です、うん、100じゃなかったら相当悪いと思ってください、うん、だからそれ元気は100だけどおかしいなと思って相談してもらえると直しやすいです。だからうんちもね、これ例えば前の晩から朝までで何個、朝から夜までで何個、24時間で何個出てるかを確認した方がいいです、うん、特に最初のうちはちゃんと数えた方がいい、うん、何個出ると思います、24時間で。おおよそ200個ぐらいですか。いい線ですね、200から300ぐらい出ます。
ってことは150だったら少ないと思ってもらいます、うん、もし200個出てても大きさが小さかったらじゃあおかしいと思わなかった、うん、だからおしっこもまあ出ます。だからまあ出ても5回から10回以内、5回ぐらいになるかな、うん、5回以上良くないパターンはあの膀胱炎みたいな症状、さっきおしっこした、してた、頑張っておしっこしてるけど出てないとかね、さっきしたのにまたしてる、お好きな感じするとか、しても点みたいなちょっとしか出ないとか、それはおかしいですね。だからまあ、もしか、これ難しいですけどね、カウントできるならカウントしてもらえる。じゃ気づいたことで、今はその左の L、フロントの足とがかばってるかかばってないかを、人前だとかばわないからリラックスさせといてそーっと見て実はかばっているところもあるということですね。だからこれをかばうかどうかを確認してください、はい、それから最後こうフィーディングは栄養補助、食べない子に栄養補助するところなんだけど、ここにね環境を変えてほしいんですよ、うん、この子のいるところの温度湿度、うん、温度計湿度計をちょっと用意してもらって1日の中の温度差が知りたいんで、朝一番と昼過ぎと夜と温度湿度を測ってあげてください、はい、そんでもし足かばうようだったらまた近いうちに来てください、はい、でもかばってないんだったら1週間観察してまた見せてもらいます、はい、でその時にちょっと鎮痛ができる予防的なことをして、はい、1500円かかりますけど、ここに薬を垂らすんですよね、うん、そうすると体の表面とか消化管の寄生虫は予防できます、うん、だからあそれとあとそう毛ブラッシングしてます？まだしてないですね。しない、うん、ただ食事の話はしたでしょ、はい、これが説明したでしょ。最後にしつけの話をします。しつけってしてます？しつけできないみたいな話を聞いたんでできないんですよ基本は、はい、基本は難しいんだけどそこをなんとかねここに来てる子に